ンゴ落合駅からお送りします。生声の味です。さてですね、現在は4時30分でございますかね。16時30分。次の電車が1時間後なんですよね。こんな感じで清水線には東北電車が走るんですけども、今日走ってるのかもしれません。なんせ、ここに来る電車、一日、電車じゃないですね。電車は、まず清水線3本。警備線の、向こう側が6本。こっち側が3本ということで。ここに来る電車、列車すら、本数が少ない。おまけに、こんだけ乗り換え駅の、無人駅です。駅員さんがいないんです。まあ、ここに、詰めどころがあるみたいですけど、おそらく現在使ってないんじゃないですかね。まあ行くことはできますけどね。まあそんなわけでございまして、まあその名残っていうのはですねありますよ。そう、やっぱここまででかい駅なんですからね。まずまあね、改札口は完全に閉まってるしね。でもこういうスピーカーが残ってるんですよ。今このスピーカーに何が流れるかわかんないんですけどね。ちなみにここ来たのは2回目なんですけども、この前はスムーズに乗り換え出たのかな、忘れましたけど、すぐに乗り換え出たのが思い出しました。そしてここによく見るとね、これマイクボックスなんですよね。マイクボックスと発車ベルがあるんですよね。で、まあこうやってね、駅員さんがこうやって出発よし発車よしっていうと、よしってやって、でーってなって、これで出発を押すんですよね。ちなみにこれ、反応しません。まあ電源が切られてると思うんですよ。ちなみに清水線がこのホーム、芸備線が向こう側のホームでございますけども、まあそれでも来ない。来なさすぎるもんですからね。じゃあ2、3番線。でもまあいずれ来るでしょう。いずれは来るけどね。まあ普通に階段を取った方がいいかな。階段を取った方があれですけど、よいしょ。でも一応人と車はいるみたいなので、まあ大丈夫ですね。人と車はいる、それだけで安心ですけどね。ただこれだけだだっ広い駅に何もいないっていうのはね、どっちもない、ほんと何もないからね。でもそこの人走ってるのは国道なもんですから、やっぱりこの辺は車社会なんですよね。本当に車が主流で、あんまり鉄道としては使われてなかったのかなっていうような感じがしますけどね。でも清水線の場合は多分道路事情は本当に悪いと思います。芸備線の方は多分道路事情いいと思うんですけど、でこっちだが、こっちが芸備線ですね。で雪切ってるのが清水線、こっちが芸備線ですね。まあ自発駅ですよ、しっかりとした。でもね、どれだけ人がいないのか、なんで使うんだろう、ね。まず駅長さんか、新見ですからね。新見駅長さん。新見ってこの先ですかね、こっちの方。1時3往復しか来ない方ですよ。3往復しか来ない駅長さんですよ。まあ、そのままどうでもいいかな。なんか基礎の予感がするな。どうだろうな。なんかカン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 、踏切っぽいのは鳴ってるんですけど、おそらく違うんですよね。
なんか北海道思い出しますね。北海道の時も確かこんなぼっちな光景があった気がする。金花駅だったっけ、金華駅だったか忘れちゃったんですけど、その時代を思い出しますね。まあ、去年の夏の話ですよ。その時も確かに乗客降りだけだったんですよね。で、無人駅、まあ、あっちの方はちょっと次の駅が長いトンネルなんで、そこはガクンと本数が減るから、まあ、電車としての電車としての需要がなかったんですよね。これは新型 ATS かな、このオレンジのやつは。なんか ATS だけすごい立派な気がするんですよね。ちなみにこの三好駅もあと30分は発車しないんですけども、まあもちろん乗客5人しかいないってというわけで、まああれですよ、お客さん来たかな、どうだろう。まだ来てないみたいだな。まだ来てないみたいですよ。ここにも一応発車ベルの装置がありますけども、まあ使われてないでしょうね。まあ使われてないやつ。海抜さ、ちなみに海抜は452m。まあ中央線によく乗ってる俺にとってはそんなにあれですけどね。まあ現在の気温が、1,2,3,4,5 4度ですね。4度。結構低いですね。湿度は 65% ぐらい。って感じかな。で、こんな感じで。まあ、駐機室も。実に、何もない。ここは雪結構多いんで。あれですけどね、雪が多いんで、炭酸化で準備多いです。もちろん信号機あります。というわけでございまして、一番乗り場、到着の列車は折り返し出雲横田。結構細かい構造が。はい、一両のワンマン列車が来るみたいですね。さあってなわけで、こっちは行き止まり、左側は行き止まり、真ん中トンネルがあるんで、それが突っ走るかな。駅舎はこのくらいですね。ってことはもうすぐ来るんですかね、電車が。でこの放送が流れると1分前とかなんですかね、2分前とかなんですけども、
まだ列車が来ますの、ベンベンベンがなんないんで、てか周りが踏切ないんで、いつ来るか気配が全くわかりません。それくらい微妙なんですよね。でも情報層はあるみたいです。そこら辺はちょっと金かけてるのかなって思ったりします。広島市のところってだいたいちゃんと放送が入るんだよね。そこは手を抜かないのかな。さて今の状況を見てみましょうか。だいたい40分前ですかね。40分前、それ車結構通るんですけどね。車結構通りましたが、まだ来てないみたいですね。ちなみに次の目的の電車はこれで35分ですかね。35分で、あのさっき止まってたのが11分ですね。まず6時台が始発、41、40、これで同時発車ぐらいですかね。で25分で12分で48分、まあ、臨時って書いてあるな。34分38、44で11分、さっきのノードモーティングの35分で、次が9分で8時10分、8時10分が最終です。8時10分が最終なんですよ。と思いますよね。そんだけ少ない。ちなみにこっちからワインディスとビンゴチェまでだいたい73分で抜けられるんですね。でこっちは三好までだいたい1時間ぐらい、距離的にはそこまでないんですが、ここ結構遅かったんですよね。やったら遅かった。ちなみにですけどね、あれですよ、驚いちゃいけないのは教室の方ですね。地獄車見てみましょう。これですよ、ビンゴ中の次の油切り2分雪ってですね、12分かかるでしょ。23分41分52分58分68分、ここの時点でもう1時間かかってますからね。でこれちょっと数えちゃってますけど、160分ってこれが新地まで160分、この新地っていうのは新地湖の新地なんで、まあ完全に島根県ですね。島根県突入するわけでございます。果たして電車はやってくるのでしょうか。いかに、あと5分だけ待って一度切りたいと思います。てか来るかな、なんか来そうな気がするんだよ。てかこれか。そうだ、時刻表を見ればいいんだ。時刻表、到着時刻、多分折り返しなんですね。ちなみに最新刊の時刻表を持ってます。よいしょ。ここはですね、清路線なんでここですかね。次目的が17時33分、まあ最終電車ですね。ごめんぼやけてて、一応17時33分で到着が17時4分、17時4分到着です。で17時33分なのでまだ来ないですね。あ、もう来るわ。もう来ます。もう来ます。では到着の電車をお待たせしてください。まもなくの到着です。てか1分だけだったと。お、来た来た。
ゆっくり来てます。俺もしかしたらやっぱり乗客を一人になるかな、そんな感じがします。以上です。では鉄道編ここまでにしておきます。一応3人乗ってましたね。